全く全然違う。万葉時代の人口、今日わからないけど約600万だね、計算した人によると。で、600万のうち教養があり文字を知っている階級ってのはこれっぽっちでしょうね。天皇さんを中心にしたグループです。あと一般庶民600万の大半ね、大半は全く女の方が中心です。この教養のあるグループの方は若干男本位になりつつあるんです。しかしそれはちょっぴりでしょ。で、だから文字を知っている人が、万葉には民謡風のものがとても多い。ずばり言えば文字を知らない人の歌が大変多い。その文字を知らない人の歌がなんで万葉にあるかっては、文字知っている人が記録してるんです。で、記録する側の方は男本位ですから、母父となってるのは父母と直してるでしょ。それはたくさんあります。ところが母父のままのところがいっぱいあるんで、いくつもあるんですよ。今日はほら、男女同権って言っても必ず父母としか言わない。新郎新婦でしょ、必ず男が先です。しかるに万葉では女が先に書いてある。例えば今日の歌がそうですね。奥床に母は寝たり、戸床に父は寝たりって書いてある。5番の歌、子守くの初世を国に呼ばい説話が進めるんよ。奥床に母は寝たり、戸床に父は寝たり、起きたたば母知りぬべし、でいかば父しぬべし。うっかりこれ誤植じゃないかと思うでしょ。父の方先に書くべきじゃないか。そうじゃないの、誤植な方。2回とも繰り返してんだから。奥床に母ちゃんが寝て、しかも夫婦は姉妹は同棲するんですよ。同棲してどうでしょう。母ちゃんは偉い人よ、奥に寝る。だって今でも奥様と言うでしょ、ね、母ちゃんは奥に寝て、父ちゃんは戸口に寝ている。起きたたば母ちゃんが知っちゃうでしょう、いでいかば父ちゃんが知っちゃうでしょう。そういうのは例えば母に祭りつやめずこのとじ、父に祭りつやみめこのとじ、これも母父でしょ。あるいはうべなうべな母は知らず、うべなうべな父は知らず、誤植じゃないこと、これでは分かる。こういう実例を見てもね、ということを見れば、ほらもう随分今と違う。だって万葉集4500の中でね、母とだけ出てくる歌いくつあるでしょう。数えると約50あるんです。ここにあるような、例えばたらちねの母が呼ぶ2番3番ですか。たらちねの母が呼ぶ名を申さめど、道行く人を誰と知りてかというような母の出てくる歌は約50です。しかるに父と出てくる歌はいくつあるでしょう。たった一つです。先森の歌。いかに父ちゃんは親のうちに入らないかがわかりますね。だって夫婦がね、男は通ってくるでしょ。子供できたら母ちゃんとこにいるんです。ね、遠ぐらいまで母ちゃんとこにいたら父ちゃん知らしない。父ちゃん夜遅く帰ってきて夜の明けないうち帰っちゃう、ね、知らないでしょ。だから子供にとって親という実感は母親だけなんですよね。少し大きくなってわしにも父ちゃんがいるってことはわかるけれど、それはね、あの知識としてわかるけれど、実感としては親は母親です。だから50対1でしょ。50対1っていうことはもう父ちゃんいらん、そういうふうに違う。そういう意味でね、その話してたら気にないから、とにかく時代を元に戻しましょう。後を限り、もう一つ言いましょう。もう一つ、例えば大君は神の言葉があるでしょ。人麻呂は天皇は神様でいらっしゃるから、甘くもの雷の上に寄らせるかも。あるいは大君は神にしませば赤駒の腹棒体を見やことない。そうするとまた現代感覚で言うと、ということはこの間テレビ見てたら、よその方が万葉の講義をしてらっしゃる。で、女子大生がそれを聞いてる。なんか質問はございませんかったら、その女子大生が、はい、天皇人麻呂がね、大君は神にしませばっていうのに私は抵抗を感じます、腹が立ち、天皇は神じゃありませんよ、人間宣言をなすったじゃありません。そんなこと言っちゃ困るんですよ。1300年前と今の天皇さんについて言うこととは別ですよね。1300年前の、なぜ大君は神にしませばって言ったかって言えば、当時の人が全て天皇を神と思ったわけじゃないですよ。
天皇の存在も知らない人あるでしょう、ね、ところが人心、この前お話した人心の乱を勝ち取ったわずか40人でスタートして一月で天下を統一した天武天皇、その天武天皇に仕える人柄から言えば天皇は絶対的神ですね。だから大君は神にしませばっていうのは人丸から言えば本当なんだ。ところがそこでまた神という言葉が違うでしょ。我々が神って言えばキリスト教で言う神、宗教の方で言う神、それを思う。この人たちの神というのはそうじゃないですね。もう今日の言葉で翻訳すれば大英雄です。人間の力では計り知れない力を持ったもの、それが神ですよね。だから随分そういう点でも現代のをそのまま当てはめては大変だっていうことですね。以上、また今日の話それが中心になるからもうそれだけにしましょう。すなわち時代をできるだけ昔に戻しましょう、そのこと。第2はね、風土をできる限りその歌の生まれたところに戻しましょう。どういうことかっていうと、万葉集はまず日本全国なんです。ただし北海道、青森県、秋田県、山形県、岩手県にはありません。それ以外は全部ある、ね、だから東北の大部分から北はないけれど全国にある。全国は風土が違うでしょ。じゃあ風土に即して理解しないと正しくは理解できないということを一例だけね、雪一つで言いましょう。雪を知らない人はないでしょ、ね、雪ってば、ああ、あれか。ところがあれですけれど、物はあれですけれど、雪に対する感覚は例えばここにいらっしゃる全員でも違うと思うんですね。だって高知早抜きの方が思う雪と札幌からの人なんだが、ここへ出張へここにちょっと 1,2 年おるんだっていう人の雪に対する感覚全然違うと思う。だってそれは僕体験したもの。札幌へね、2月行ったんです。2月頃僕の見たとこじゃ一人でも札幌の人で雪を嫌だと思ってる人はいないようですね。またいいと思ってる人は、いい景色だなんて思ってる人もない。雪は札幌では生活の一部です。冬だってそれは子供でわかる。子供がね、東京とかこういうとこだったら雪がもし降ったら子供はその日雪だるまを作ったり大騒ぎして雪合戦したりして喜ぶでしょ。札幌じゃね、子供がいないと思ってると雪の中で遊んでんです。雪遊びをしてるか違う、別の遊びしてんです。雪の降る中を、雪の中で遊ぶのかと思うくらい。